はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっと緩めの、音楽雑談になるんですけども、先日ですね、私のチャンネルでサブスクの動画を公開したんですよ。今契約してるサブスクと辞めたサブスクっていうことで、まあその中でですね、まあ、結構音楽系のサブスクの話もありまして、今契約してるのが Apple Music と YouTube Music と、Amazon Music HD ですね。この3つを今使ってます。あと Google Play Music も使ってるんですけども、今この状態なんですけども、結構コメントで、Spotify いいですよっていうコメントがすごい多くてですね、で、中でも、有料版の Spotify がすごいいいっていうコメントがすごい多かったんですよ。で、実際私今、他の音楽サービスとかで結構、まあ、充実しているので、Spotify 使ってないんですけど、このままじゃちょっといかんなと思ってですね、Spotify を、ダウンロードして、有料版ね、もう契約をしてみました。で、今その状態で、ちょっと使ってみたっていう段階なんですけども、結構ね、この時点でも Spotify のいいところっていうのが見えてきたっていうところもあるので、ちょっと今日は、まあ初心者、Spotify 初心者なんですけども、どんな感じなのかっていうところですね。こちらを、お話ししていこうと思います。では、行ってみましょう。はい、ということで、Spotify ですね。まあ、Spotify って何っていう人ももしかしたらいるかもしれないので、軽くね、解説をしますけど、まあ、Spotify っていうのは、まあ、月額定額制の音楽のストリーミングサービスですね。なんか Apple Music とか、YouTube Music とか、Amazon Music と、まあ、似たような音楽サービスになります。昔はね、CD とか買って、その CD を、まあ、MP3 にして、音楽プレイヤーに入れてみたいなことをしてた人も多かったと思いますけど、今はこういうストリーミングサービスがあるので、CD とか買わなくても、自分の好きな曲を、まあ、そのサービスの中でプレイリストを作ったりして、楽しむことができると。CD はレンタルしなくてもいいし、まあ、買わなくても音楽って楽しめるんですよね。で、その代わり、まあ、月額でいくらっていうね、定額でお金を払うっていう仕組みですね。まあ、これが要はサブスクなんですけども、Spotify って結構ね、昔から海外ではあったんですけど、日本に上陸したのが割と最近で、2016年から日本に入ってきたということですね。今4年目ぐらいなんですけども、かなり Spotify は日本でも人気が高まっているようですね。コメントでもすごい来てたんで、かなり人気みたいなんですけども、早速ね、まず登録をしてみたんですよ。登録するときの流れなんですけど、一応ね、画面キャプチャーを撮ってたんですよ。まず登録すると、自分の好きなアーティストを選んでいく。3人以上好きなアーティストを選んでくださいって出るので、どんどん選択しまくっていきました。で、1人選ぶと、ニュってね、新しく、まあ、そのアーティストに近いアーティストが出てくるんですよ。だからどんどん選んで選択していって、まあ、自分の、まあ、好みの音楽とかジャンルとかを、まあ、この Spotify の AI 側に認識させるっていうね、作業を最初にやります。まあ、そうすることで、まあ、Spotify 側がもうおすすめしてくる、まあ、プレイリストとか、まあ、音楽とかアーティストとかの、ジャンルがですね、自分の好みに近いものになるっていう仕組みですね。だからもうどんどんここに関しては3人以上って書いてますけど、もうね、限界まで選び尽くしました。最初の段階で。で、もちろんこの中に出てこないアーティストも、まあ、いたりするんですけども、結構ね、そこそこマニアックなアーティストでも、まあ、この中にね、出てくるんですよ。だからもうどんどん選んでいきます。で、どんどん選んでいくことで、まあ、自分の、まあ、好みの Spotify にもう最初から近づけていくことができるっていう感じですね。最初見てて、ああ、ちょっと有名アーティスト多いなって思ってたんですけど、ちょっと下の方行くと、自分好きなアニソンのアーティストとかいたので、1個選択するとどんどんそこから広がっていって、もうなんというかね、もうそこからもう広がりが止まんないみたいな感じで選んでいくことができました。で、ちょっとアニソン落ち着いたなって思ったら、下スクロールして、ちょっとしばらくないなって思ってたら、今度はですね、リンキンパークとかね、ロック系のまあアーティスト見つけて、そしたら今度どんどんそっから広がってって、キルスイッチエンゲージとか、POD とか、ステインドとか、私が結構好きなヘビーロック系とか、メタル系のアーティストがどんどん出てきたので、もうそれももう余すところなく、好きなアーティストを追加していくっていう感じで、追加をしていきました。で、結果としてはですね、かなりの、量をですね、追加したんですよね。で、最後まで行くとこんな感じで、もうこれ以上出てこないところまでやりました。で、そうすると、まあ、音楽を検索中みたいな感じに出てきて、もうね、自動的にプレイリストが作られるんですよね、最初の段階で。これ今、まだ無料版なんですよ。で、そうすると、マイデイリーミックスみたいな感じで、まあ、その日ごとのなんか、プレイリストみたいなおすすめの曲を出してきてくれます。うん、で、これがね、中のプレイリスト見てみると、本当に自分の、まあ、好きな曲ばっかりになってるんですよ、最初から。まあ、もちろん全部じゃないんですけど、まあ、大体まあ、タイトル見たことある曲が多くて、うん、すごい好きな曲が最初から多かったですね。
で、おそらく聞いてって、まあ、このハートとかね、お気に入りとかがあるので、それを追加してったりすることで、さらにこのおすすめが洗練されてくるのかなっていうふうに思います。だからもうこの Spotify って、もう使えば使うほど自分の Spotify に近づいてくるっていう感じなんですよね。はい。で、2日目なんかはこんな感じで、今度はロック系の曲が中心にまとまったっていう感じのプレイリストになってたり、3つ目はですね、まあ、ヒップホップとか R&B 系の曲が集まってきたっていう感じになります。はい。すごいです。この精度はなかなか面白いなと思いつつ、はい、見てます。ちなみにここまでの内容ってもう全部無料版でいけるんですよ。だから好きなアーティストをもう見てって選択して、で自動でお任せのプレイリストを作るところまでは無料版でもできて、有料版っていうのは、まあ、曲戻しとか曲の、まあ、早送りとかね、いろんな細かい機能を開放できるのが有料版なんですよ。で、Spotify の無料版だと基本的にシャッフル再生だけになるみたいで、次に聴きたい曲を自由に選んだりとか、まあ、そこまでの細かいことができないと。ラジオ感覚で BGM として流しておくみたいな感じで、使うんだったら、まあ、無料版でも全然楽しめると思います。あと無料版だと、まあ、数曲再生すると広告が入るっていうことですね。まあ、YouTube の広告と一緒で、まあ、広告が何秒か入るっていうものになります。で、曲のスキップになんか制限があるってことで、1時間に6回しかスキップすることができないっていうのも、まあ、無料版の制限ですね。で、あと曲のダウンロードができなくて、オフライン再生ができないというところもあります。で、あと無料版だと、まあ、高音質が 160kbps ということで、プレミアムプラン有料版だと 320kbps まで聞くことができるということで、音質も有料版の方が高いってことで、まあ、基本的にまあがっつり使い込むんだったらやっぱり有料版かなっていうところです。まあ、緩くまあラジオ的に流すだけっていう感じだったら、まあ無料版でもいいのかなっていうところですね。じゃあ個人向け、まあ、1人で自分だけで契約するんだったら1つのアカウントで980円ですね。で、ファミリーってことで、他のまあ家族とかとまあいろんなアカウント分けて使う場合は1480円で、学割ですね。学生さんがなんと480円ということで、かなりプレミアム、まあ、有料版でも学生さんに優しいなっていう感じですね。っていうのが、まあ、無料版と有料版の違いで、私はとりあえずもう有料版契約しました。とりあえず1ヶ月は無料で有料版を使えるということだったので、もう有料版の方にね、移行しました。で、有料版ね、契約すると、一応、最初にクレジットカードの登録とか、まあ、するところがあります。で、私はとりあえずペイパルで支払えるっぽかったんで、ペイパルで登録をしました。で、じゃあちょっとね、こっから画面収録でお見せしますけど、Spotify ですね、こちらを開いて、もうね、ちょっといくつかプレイリストを作ってみました。はい。今ちょっと FF7 やってたんで、FF7 の、まあ、過去のサントラとかもちょっと聞いてたんですけど、今の状態でね、Made for You が Spotify 側が自動的に作ってくれたプレイリストですね。で、最近再生した曲、まあ、ちょっとプレイリスト追加するのに聴いてた曲とかが出てきてますね。はい。まあ、アーティスト特集、この辺もね、もう結構自分のこの好きなアーティストの特集ばっかりになってるので、パッと見た感じすごい違和感なくて、全然いいなって思いました。うん。で、チャートっていうのが、まあ、日本のチャートと、まあ、グローバル、世界のチャートですね。まあ、この辺は自分が好みっていうよりは、今日本の国内とか、まあ、世界的に人気のある曲を聴けるので、まあ、時代の流れに乗るんだったらチャートをね、見ていくっていうのもいいのかもしれません。はい。あと、ポッドキャストがあったりとか、人気のプレイリスト。他の人が作ったプレイリストも、なんか見れるっぽいんですよ。だから自分でプレイリストをもちろん作っていくのもすごいいいと思うんですけど、めんどくさいという場合は、まあ、他の人が結構自分と趣味が近い人が同じようなプレイリストを作ってくれてることがあったりするので、まあ、それをもうお気に入りにしちゃうとか、そういう風にしてもいいのかなっていうところですね。で、サーチっていうところ検索なんですけど、ここから、まあ、アーティストの名前とか曲の名前を検索もちろんできるんですけど、それも結構すごいんですよ。そうだな、ほら、もうフリップサイド検索しようと思ったら FRI だけで出てくるんですよね。この検索の精度もかなり高いですね。はい。そうするともうアーティストの画面に映るので、まあ、あと曲を、好きな曲があったら、いいねをしたりとか、プレイリストに追加で追加していく。こんな感じですね。で、この後ね、ジャンルがめちゃくちゃ細かいんですよね。ポップ、ムード、アニメもあるし、年代別もあるんですよね。まあ、何年代の曲だとか、そういうのもあったりとか、テレビ、映画、ヒップホップ、ロック、エレクトロニクス、ダンス、R&B、かなりこの、まあ、ジャンルが広いんですよ。ゲームとかもあるんで、ゲームのサントラとか、そういうのも結構あるっぽいです。うん。
で、私結構ペルソナの、サントラとか好きなんで、そういうのもあるんですよね。すごいことに。で、まあ、検索も結構充実してるし、で、あと作ったこのライブラリですね。今有料版だと、ダウンロードできるんですよ。だからもうこれオフライン状態でもこの音楽プレイリストを再生できると。こちらがまあメタル系ですね、スリップノットとか激しめの曲の、プレイリストになっていて、あとアニソンとかもね結構入れたんですけども、こんな感じ。まあ、今登録したばっかりなんで、まあ、登録されてる曲は全然まだまだ少ないんですけど、まあ、こんな感じでちょっとずつ、ね、充実させていったりとか、あともっと細かくねプレイリストを分けてもいいのかなと思ったりしつつやってます。で、思ったのがこの曲のところの横にですね、リリックスってあるんですよ。で、これ歌詞のことなんですけど、歌詞がなんと出るんですよね。こうやってこう再生されながらこの歌詞が流れていくので、なんていうか、まあ、カラオケの練習ができるということですね。歌詞すごい流れていくので見やすいです、うん。で、まあ、こんな感じで、まあ、歌詞が流れてって、で左下にですね、なんかマイク の、あのイラストがあるんですよ。で、このマイクのイラストをタップすると聴いてる曲の、まあ、ボーカルがですね、スッと小さくなるんですよね。だから歌詞流れてボーカルがほぼ消えるんで、カラオケの練習をもっと、ね、本格的にできるっていう感じですね。これ結構カラオケ行く人とかはこの Spotify いいかもしれないと思いました。最近あんま行ってないんですけどねしばらくもう数年行ってないんですけど、こんな感じで、いろいろ遊ぶことができると。でもちろん Spotify ね、今Galaxy のスマホで、入れましたけど、他の、まあ、こういったタブレットとかね、他のこういったスマホとかでも、まあ、同じ Spotify のアプリを入れて、であとアカウントでログインすれば、ここで作ったプレイリストとかを全部引き継いで他の端末でも使えるので、まあ、昔よくあったこの音楽ね、スマホを買い替えるときに音楽のデータ移動するのがどうちゃらみたいな話とかも昔はありましたけど、もう今ってそういうのないんですよ。まあそれは他の音楽クラウドサービスでも一緒なんですけども、サブスクとかで音楽を管理してると、まあ機種変が楽っていうのもありますよね。音楽のデータとかはもうログインすればもうそれだけっていう感じなので、すごく楽だと思います。はい、という感じで、今日ですね、Spotify1 日目なんですけども、有料版早速契約してみたんですけど、結構ね、感触いい感じですね。やっぱりね、最初にこの新しい音楽サービスとかに移るときって、もうゼロの状態からスタートしなきゃいけないっていう、すごいハードルがあるんですよ。で、今 Apple Music とか使ってるのって、もう昔から使っているこのプレイリストとか溜まってるっていうのもあるんですけど、Spotify は、まあ、ゼロからスタートするんで、何もプレイリストもないしなっていうところがあったんですけど、結構あっという間にもう自分色にね、この Spotify を染めることができて、面白いなと思いました。これはまあ使ってみる価値はあるんじゃないかなと思います。まあ、しかも、まあ無料版でね、結構普通に楽しめるので、無料版で気に入るようだったら有料版にしていくとかでもいいと思いますし、有料版も最初の1ヶ月無料なので、1ヶ月無料で有料版の機能を試してみて見極めるっていうのもありなのかなと思います。はい、ちょっと私はこれからちょっと Spotify をがっつり使い込んでいってですね、他の音楽サービスで今まで使ってきたものと比べながらチェックをねしていこうかなと思っています。ぜひ参考にしてみてください。あと Spotify もすでにがっつり使ってる方、この機能おすすめとか、この機能ぜひ使ってくださいとか、多分ねまだ私初日なんで分かってないこと多いと思いますので、何かありましたらぜひコメントで教えてください。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。